富山弥兵明治元年うるう4月1日は、新選組大使、五両英氏。通称は弥平、弥兵、四郎。意味名は報告。1843年、薩摩藩士の指定として生まれる。でっぷりと太っていたらしい。1864年、新選組に加盟して七番大砲組に属し、翌1865年には五長を務めた。後、 伊藤桐太郎らと共に五両栄氏結成に参加する。油の工事事件では、新選組との乱闘の末現場を脱出し、後に、薩摩藩にかくまわれた。後、伏見街道で、安倍十郎ら五両栄氏残党と共に、近藤勇を襲撃した。母親戦争では、薩摩藩に属し、戸場、伏見の戦いに、薩摩藩兵として参加。 越後出雲崎にて、あ津藩の同行探索に従事したが、水戸諸政党に捕らえられ、一時は逃走したものの、失敗して1868年のうるう4月に、殺害された。その首は強襲されたが、捨て札には、厚生諸子の帰還大丈夫の死と優先を歌われた。去年26、いずもざの去年時に母妃が現存し、 薩摩藩市富山城豊河国の日と刻まれている。実勢の句では、から人は死してぞ山目我は、また七世をかけて、国に尽くさんと書かれている、密定幕末、明治剣豪祈願津本要著、角川書店1989新選組秘書中村明彦著新人物往来者二世に、ありがとうございます。